はい、どうもお疲れ様でございます。ナベでございます。本日の一杯はこちらでございます。はい、ジョージア、ケースブレイク微糖になります。はい、前回ね、このジョージアケースブレイクの、ブレンド飲んだんですけどもね、今日は微糖飲んでみたいなと思います。この味はすごく覚えてるぞ。これはね、あ、違うな。あれ、これ何の味だ。いや、最初ですね、ジョージアのテイスティのすごく昔のタイプ、私が嫌いだった時の、あの味に似てるなと思って、いや美味しくないですねって言おうと思ったんですけど、違うな、後味が違うな。まあちょっと苦味があるのねこれね。でその後あんまり後引かないんで、こうすっきり飲めるっていうかね。あ、ここに深いコクとすっきりとした後味って書いてるわ。ということですわ。でね、これよく見たらってか、今になって気づいたんですけど、これサークル系サンクスって書いてあるんですよね、下の方にね。だからこれはなんすか、ジョージアとサークル系、ジョージアのサークル系サンクス専門館みたいな感じですかね。どうなんだろう、ちょっとわかりませんが、確かにこれ他のコンビニでは見てない気がするかな。ね、はい、ということでね、本日は、ジョージアのケースブレイク微糖、ご紹介しました。はい、それでね、昨日かな、MacPC で、MacPC ちょっと興味あるんす、どうすかっていうお話したんですけどもね、本当ありがとうございました。パンゾーさんとあとね、秋山さんっていう方から、コメントいただきまして、本当にありがとうございました。その中でね、パンゾーさんは非常にまあ詳しく教えてくださって、ふむふむと思ってね、で、ちょっとこれから調べてみようかなと思うものもあるんですが、秋山さんのね、コメント見ちゃったらね、まあ、その当時、私がガレリアのパソコンを買った当時に、悩んでいた。同じように悩んでたんですよ。あの時にも Mac を買おうか、Windows の、ちょっといいのを買おうか、すごく悩んでた時に、また立ち返っちゃった。そうだよなって。別に Mac にこだわる必要ないよなってね、そんな気もしたんですけどね。ただね、その一方でね、いや、どうしても Windows にこだわる必要もねえじゃねえかっていう俺もいるんですよ。いいじゃんって、Mac 買ってみたらええやんってね、しくじってもいいかなと思うんですけどね。でも Windows しか使ったことないからね、おっかなくってね、踏み出せないんだよね。ほんとおっかない。なんかね、1時間ぐらいでいいから、ちょっとなんか、ね、それ Mac の、レクチャー受けたいね。なんかね、昨日行ったパソコンショップでは、中古のパソコンでも、売っていただいた時に、ちゃんとそういうレクチャーしますよっていう話があったんでね。だから、ああ、なるほどなと思って、全くね、売りっぱなしって感じじゃないんだと思って、その辺は安心してますけどもね。はい。ということでね。とにもかくにもね、私の持ってるそのガレリアが、どれぐらいで売れるかっていうのがまずミソになってきますからね。3万4万だったら絶対売る気ありませんしね。6、7万ぐらいだったらちょっと考えようかなと思ってますね。まずありえないですけどもね。6、7万で売れるんだったら、ね、じゃあそれ中古で販売する業者さんいくらで売るんでって話になりますからね。ないんでしょうけどね。ということでね。はい。とりあえず、そんなご報告でございました。